見られちゃまずい。ルール覚えてるだろう。うん、覚えてるよ。でも気をつけてる。二人の時しか力使わないし、見られてないよ。俺に見られただろ。クリスのパパだったら、ばあちゃんだったら、それか警察だったら。もう分かったから。気をつけるもん。それじゃ足りない。もっともっと気をつけなきゃダメだ。分かった、約束する。よし、信じてるからな。クリスのとこ行っていい？ああ行こう。でもルール忘れんなよ。うわー、ツリーがいっぱいだ。うわー、でかい眉みたいだ。気持ち悪い。父さんはプラスチック製のツリーを押してたけど、俺らは譲らなかった。お父さん知らなかっただろうね。悪いけど本物の方がいいんだ。来ないの？心配すんな、その辺にいる。見よ、巨大コンドームマシーンだ。後で言うよ。で、何するの？好きなのを選ぶんだ。ダニエルと回っていい？ひどい、ダニエルが書いた方がマシだな。よし、好きなのを見つけたら呼ぶんだぞ。いいな。うん、こんな危険な任務は初めてだ。だね、野生の木が僕らを食べようとしてる。欲しいやつを手なずけるんだ。サンタさんへ。今年はいい子でいました。なんでこんな目に遭うんですか？ありがとう、今んとこ大丈夫。全部トラックに積んである、問題ない。あ、ヨーヨーだ。ダニエルが前に持ってたな。絶対喜ぶ。あの人こっち見てる。まだ何もしない方がいい。ばあちゃんたちはクリスマスが大好きだし、気に入るだろうな。よし、準備できたぞ。いや、まずは見上げないと何もできない。いや、どうも。おはよう、お兄さん。こんな町に新顔とは。いえ、すごい素敵なマーケットですね。ここのクリスマスは最高だよ。どこに泊まってるの？レイノルズ家に。スティーブンは有名人だ。ここの消防署長だったからね。まさかお孫さんかい？はい、そうです。おお、そりゃいい。話は聞いてたが、ずっと前のことでね。何年かぶりだろう。ええ、家庭の事情で。なるほどね。ともかく、見て回って欲しいものがあればレイノルズ割引で売ってあげよう。
全部地元の手作りだよ。さあどうぞ。どうも。静かな朝だ。素敵な飾りですね。どうも。全部私の手作りだよ。へえ、手が込んでますね。そりゃもう全然売れないのにね。他にも仕事してるんですか？当然よ。これだけで暮らそうとしたら1ヶ月も持たないわ。デパートのせいで商店は全滅よ。どうしようもない。なのにみんな失業率が上がって驚いてるんだから。ですよね。大変だ。なんか努力ではどうにもならなそうですし。いつも希望は捨てずにいたい。どんなに諦めたくなっても。まあおばさんの資本主義についての愚痴を聞いてても退屈でしょ。いえ、そんなこと。そう、聞いてくれてありがとう。楽しんできてね。昨日店に鍵かけたっけ？いや、カウンター。はあ、こういうので旅ができてたらな。そりゃいけないことだけど、ダニエルのためだし、いいよな。昨日店に鍵かけたっけ？協力したいけど、できるなら。いいものあった？都会っ子くん。うん、まあ弟にプレゼント。弟にプレゼント買ったの？ここで？うわ、かわいそう。ごめん、私ちょっと機嫌悪くてさ。私ら今はこの町の厄介になってるの。誰も気にも留めないけど、君ここの人じゃないね。ああ、まあね、ちょっと遊びに来ただけ。へえ、親戚がいるの？じいちゃんたちがね。いいね、じいちゃんばあちゃん。君は何してんの？旅行？ううん、あちこち渡り歩いてるだけ。いろいろ仕事しながら。長旅だろうな。まあね。でもこっそり列車に乗ればゆっくり休めるし。へえ、超楽しそう。そりゃあもうただだし、マジ最高だよ。まあ運がないと捕まったり落ちたりまだ平気だけど、最高だよ。誰にも指図されない。会社の奴隷でもない。いろんなものを見られるだろうしね。その通り。次の目的地はカリフォルニアのハンボルト郡。葉っぱ吸いに？まさか。仕事しに行くんだよ。ショーン、何してんの？ツリーを選んだよ。魔女みたいにひん曲がってる。お、こんにちは。誰？髪型かっこいいね。コツロ？どうだと思う？わかんないや。でもかっこいい。僕ダニエル。お姉さんは？ダニエルね。私キャシディ。スーパーヒーローみたいだね。友達と秘密の任務を遂行中なんだ。超危険なんだよ。わかるよ、健闘を祈ってる。で、君は？あと、ショーン。あれ、言わなかったっけ？ショーンね。悪い、ちょい絡まれてさ。稼いだか？もう行こうぜ。よう、少年。おお、お兄さんの犬かっこいいね。いろいろあってな。
俺らみたいに。だから引き取ったのさ。こいつ臭くて。でもさ、自分では何とも思ってねえんだ。この子だけじゃないけどね。お前も髪洗ってねえだろ。今なんか動いたぞ。近づかない方がいいぜ。彼女、すげえかっこいいと思う。ねえ、私は綺麗。汚いのはあんた。ああ、ほんと、普通っぽい子好きだよな。何言ってんの？あんた、人のこと言えないじゃん。いや、気にしないで。よし、行くか。会えてよかったよ、ショーン。ダニエルも。いい子に住んだぞ。バイバイ。いつか、どっかで会いたいね。ああ。またな。ワンちゃん可愛かったな。マッシュに会いたい。俺もだ。失礼。犬はリードに繋いでくれ。ノラと見分けがつかんからな。ごめんね。リードは使わないの。町の規則でな。繋がれてない犬は罰金の対象だぞ。犬に罰金払わせる気？そりゃひどいでしょ。たむろするのも違法だ。お前らここの人間じゃない。だろ？落ち着けって。クリスマスイチは誰でも歓迎だろう。こいつが誰かを襲うと？見なよ。口には気をつけろ。これだからクソガキは。町の雰囲気を壊すなよ。ちょっと、嫌なことでもあった？役でも切れた？もういい。通報するぞ。やば。殺呼ばれるよ、フィン。落ち着けよ。こんな吐きだめすぐ出てくし、サンタもいねえし、しょぼすぎ。メリークリスマス。あの寄生虫ども。何の喧嘩？あんなに怒鳴ることないのに。あいつぶっ飛ばそうよ。関わらない方がいい。あのおっさん、おっかなそうだし。そうだね。綺麗だね。うわ、これ描いたやつ相当決まってたんだろうな。超最高。僕どんな感じ？バカ言えよ。ああ、僕が可愛いからって嫉妬してる。みんな、1年休暇を取って警察から逃亡してます。ダニエルはテレキネシスが使えるよ。みんなも元気で。協力したいけど、できるなら。クリスのパパが待ってる。みんな、もう用は済んだか？はい、済みました。よし、乗れ。ずいぶん楽しそうだな。うん、よかったな。